にちは、つばいナースです。こんにちは、大野です。おー、いい声ですね。はい、さあ、今日は何を紹介しますか。はい、じゃあ今日持ってきたのはこちらになります。お、エンペラキリコだ。はい、皆さん大好き、エンペラキリコでございます。はい、はい、はい、最近結構入賞してるらしいです、ね。そうですね、ちらほら結構入賞していて、進化両乱で出たイザナミテラスと組み合わせて使われてるリストの方を今回は紹介していきたいなと思うので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。やばいコンボとかもね、あるらしいんでね、ちょっと見れるかもしれないですね。はい、それでは早速最初の方行ってみたいと思います。お願いします。それじゃあまず青魔道具お願いします。はい、お願いします。最初はグージャンキンホリ、どうぞ。では、チルシのマジでチャージして楽しいです。お、コロコロコミックですね。はい、コロコロのチルシのマジですね。マナに埋めて万国ブレイン、はい、前引いて単終了。はい、ではアンタップしてドロー、フェアリーライフチャージして2コストでフェアリーライフで1枚ブーストしてフェアリーソング回って単終了です。ドロー、タスペルエアブ埋めて2マナ、はい、グランドゼロ。おお、何回引けないんだよね。はい、終わりです。最速がめちゃくちゃ多いですね。本当にグラシカイザーチャージして3コスト払って、はい、神秘の宝箱打ちます。で、はい、山札を見てもちろん置くのはエンペラーキリコ。回るのか。はい、で、このままターンを終了します。はい、そうですね、1枚引きます。それはアンタップインか。アンタップイン、あ、そうですね、アンタップインを出しますね。マナチャージして1マナゾベンザ、おー、1枚ドロー。で、2マナタスペルバレッジ、2枚ドロー。ガルラガンザークとして、シナに置いてワンドロー。はい、終了。で、アンタップして、で、アンドローします。おー、ちょっと最速はできなかったんですけど、まあ、アイアシカイザーしてきましたから2枚ドローで、ターン終了です。はい、ドローします。さあ、最速であるか。マナチャージ、2マナのゴンパデル。はい、3枚入れます。1枚加えて下に置いてワンドロー。はい、はい、うん、2コストでラスペルキル、はい、います。まあ、墓地、はい、でワンドロー、はい、下に入れてワンドロー。さあ、くっそ、終わりだ。おー、うわー、早く帰ってきた。ないんだよな。じゃあアンタップしてドローします。はい、6マナ支払って、はい、だからイザナミテラスバトルゾーンに出します。で、今回山札の上を1枚見て、まあ、一応マナゾーンに置きます。で、マナがこれで8枚になったので、はい、8コスト以下の、進化クリーチャーをバトルゾーンに出せる、マナゾーンから手札に出せるので、エンペラキリコを乗せます。はい、じゃあエンペラキリコの効果、じゃあ自分のクリーチャーすべて、山札の下に送って、その後上から進化ではないクリーチャーが3枚出るまで表向きにします。じゃあイザナミテラス、グレートグラスパーで、グレートグラスパー。あー、ネオ進化は普通のクリーチャーが作れて、あくまでネオクリーチャー、ネオクリーチャーなので進化ではないので、はいはいはい、そのまま対象になりますね。グレートグラスパー、グレートグラスパーって重ねます。はい、で、グレートグラスパー A の効果でエンペラーキリコをマナゾーンに送ります。はい、で、グレートグラスパー B の効果を使ってグレートグラスパーをマナゾーンに送ります。はい、で、イザナミテラスの効果を使って1枚を表向きにして、クリアに使います。イザナミテラスの効果を使ってエンペラキリコをもう一度出します。はい、では、山札をもう一回めくっていきます。で、めくっていきます。では、スクリプト、シャコガイル、スクリプトっていう風に出ます。山札に戻してシャッフルを行います。はい、スクリプト A の効果を使用して、まずエンペラキリコを手札に戻します。効果によって手札から、イザナミテラスバトルゾーンに出します。山札の絵を見てそのままマナーゾーンに行きます。イザナミテラスここでエンペラキリコを着地まで、はい、もう一度スクリプトの効果を使用して、イザナミテラスエンペラキリコですね、はい、エンペラキリコを手札に戻します。もう一度イザナミテラス出して山札の絵を見てそのままマナーゾーンに送ります。で、イザナミテラスの効果でエンペラキリコを着地まで。で、これによって、エンペラキリコを一応2回誘発している状態です。うん、あ、まあ、先にシャカで使用しますね。はい、忘れちゃっちゃったので、エンペラキリコの効果でクリーチャーすべて山札の下に送ってめくっていきます。イザナミテラス、ガイアシカイザー、ガイアシカイザー、あ、実際出てますね。はい、で、まあ、シャッフルを行って、うんうんうん、ガイアシカイザーの効果から先に処理します。で、山札2枚ドローして、もう1回山札2枚ドローします。イザナミテラスの効果を使用して山札から1枚表向きにしてそのままマナゾーンに送ります。グレートグラスパーを出して、はい、ここでキリコをマナゾーンに送ります。はい、で、あ、一応これ逃がしたのはあれですね、さっきのキリコと別のキリコ2回誘発してるんですけども、うん、まあ、そのうちの1回は
です。これ今消費したんですね。もう一回使うとこのキリコが別のキリコなんで、シャマフラの下に戻っちゃうからって、ね、一旦こっちに逃がしました。アパートはちょっとグレートガスはもう見えてるってのもあるんですけど、で次にもう一度キリコの効果を処理します。さっきのキリコね。そうですね。で山札に戻して、で効果処理していきます。でスクリプト、スクリプト、グレートグラスパー、ちょっとね、ぐるぐるランドも何をしてるんだ一応今、あれですね、今回はまあちょチェーンレックスが多分縦落ちしちゃってるので、はい、チェーンレックスを出す準備をしています。なるほど。で、スクリプトを使用して、スクリプトを戻します。効果で手札からイザナミテラス、スクリプト D を使用して、さっきのですね、スクリプト、あ、別のスクリプトを使って、これで一回もうストックなしにしました。で、イザナミテラスの方で山札上見て、マナゾーンに送って、エンペラーキリコをバトルゾーンに出します。グレートグラスターを下に送って、で、シャコガイル、ガイアシュカイザー、ガイアシュカイザー。なんか勝ちそうだぞ。で、まあ、これだけでも全然勝てるんですけれども、ね、まあ、あれ勝ってない勝ってません。ガイアシュ、ガイアシュ。で、まあ、一応ガイアシュ、ガイアシュ。何だったんだ。まあ一応これでも今回勝ったんですけど、まあ勝ちましたね。まあ今回じゃあこれで負けました。負けだまあでこれで次のターンの始めに社会で引いて、はい、スタートにします。まあ、はループではなかったんですけど、疑似的な、まあ疑似的に困って連鎖させることでこういう部分もできますね。本来はチェーンレックスを使って、あ、そうですね、今回ちょっと手札に引き込んでしまって、ガイアシカイザー出してから手札から軽減された後チェーンレックス出して、ループっていう形を取ろうとしてたんですけども、まあちょっとめくれるタイミング的に先にもう山札の方がそこをついたって感じだったので、なるほど、はい、今回はそんな感じの、まあ、はい、まあちょっと別のタイミングでやっていきたい。はい、お願いします。それじゃあアドバンスから 4C モルトお願いします。はい、お願いします。最初はグーグーじゃんけんほり。じゃあ先行いただきます。グレートグラスパーチャージして単終了でいいです。時の方をミラダンテ埋めて単終了。はい、じゃあバトロー。グレートグラスパーチャージして2コスト払ってフェアリーズライフで1枚フルストでチミの可能性が単終了でいいです。はい、ドロー。グレンモルトをマナに埋めて単終了。はい、じゃあアンタップしてドロー。チェーンレックスマナゾーンに置いて4コストで手札から、フェアリコングで山札に埋め、はい、ボキー。じゃあエンペラキリコ落ちてこのまま三振で切ることで再開リタイムします。これはレイちゃん埋めて、それやばくないですか。これはちょっとやばいですね。え、妨害打てないけど、竜の呼び声、はい、エスカルデンと捨て頃で終了。はい、じゃあアンタップしてドロー。これはやっちまったな感がすごいですね。最速で、そうですね、最速なんですね。4ターンキリコですね。じゃあイザナミテラスここで山札を手にしてマナゾーンに着替えます。エンペラーキリコを使用します。じゃあキリコ効果で山のバトルゾーンにそのまま3枚出るまでめています。じゃあグレートグラスパー、スクリプトでガイアシュカイザー進化した。で、そうですね、はい、まあ、ガイアッシュカイザーの上にグレートグラスパーを置いて、うん、スクリプトの他でエンペラーキリコを戻して、でここでイザナミテラスバトルさん、うん、で、イザナミテラスの方で山形上を見て、で、スクリプトをマナゾーンに置いて、でエンペラーキリコに侵入します。で、ガイアッシュカイザーの効果処理で山形から、はい、で、グレートグラスパーの効果で自身をマナゾーンに送ります。エンペラーキリコの効果使用してめくっていきます。スクリプト、シャコガイル、チーン、ついにスクリプトの効果から処理してエンペラーキリコを戻して、はい、もう一度イザナミテラスを出して、イザナミテラスの方で山札を見て、お、イザナミテラス、イザナミテラスをします。じゃあこれで乗せるのをグレートグラスパーにします。何の上に乗せる、あ、イザナミテラスの方でですね、はい、グレートグラスパーを乗せます。はい、で、一応これでチェーンレックスがいる状態で8が出たので、うんうん、まあ6が出せる状態なんですけども、うん、グレートグラスパーの効果でグレートグラスパーを戻します。で、8出していたのでイザナミテラスバトルゾーンに出します。はい、で、イザナミテラスの方で山札を見て、そのままのゾーンにいて、グレートグラスパーをバトルゾーンに出します。8出したら6のストックある状態なので、グレートグラスパー。これループっすか？あ、そうです。あ、これループっすか？あ、わかった。チェーンレックスと、この3枚で一応ループするからですね。あ、無限にイザナミを使えて、そうです。シャコがいると。いる状態です。はぁ
まあ今回はシャコがめく、まあ一応でこれで、まあ山札が、あ、これそうです、失礼しました。これはシャコ、まあ、シャコはまだ、あ、そうですね。一回シャコの方がシャコ使っておいて、使わなくても正直大丈夫であるんですけど、それを繰り返すだけで勝ちか。でこれ繰り返していって、まあ、山札がまあ5枚以下になるまでこの方を繰り返していくと、はいはい、これを全てマナーゾーンに置けるので、あー、そういうことですね。はい、まあ一応今回ちょっとあのいつもあの保険の癖でちょっと膝みたいな2枚目見えるまでやってたんですけども、一応、うん、このチェインレックスがバトルゾーンにいる状態からだったら、うん、イザナミテラスとグレートグラスパーとこのチェインレックスでデープの方が関係します。はいはいはい、まあ、今回はちょっとあれだったんですけど、まあ、チェインレックスとかシャコヤルがない場合はグレートグラスパーアタック時にチェインレックスを絡める必要があるので、うん、その際に、グレートグラスパーがもう1枚いるっていう状況になるっていう形で、各工程でシャコを持ってくることもできると。そうですね、グレートグラスパーが4枚入っているので、グレートグラスパー複数体に並べると、うん、まあ、チェインレックスプラスシャコガエルっていう部分もできるので、だからその最後の2体並べている状態で山札2枚の状況にしてると、うん、シャコガエルとガイアシュカイザーを投げると山札2枚ドローしてエクストラになるっていうことも可能になります。あ、今回はちょっと、まあ、処理的にはこの状態で、これが理解しました、5枚になるまでこれからチェインレックスですね、はい、繰り返していき、ターン終了でして、そちらのターンの開始にシャコガエルの方が、はい、はい、何もしてません。はい、負けました。ありがとうございます。過食です。もうできません。俺は強いですね。まあ、本当に最速でしたけど、本当に2、4、7ムーブだったので本当に完全なる最速だったんですけれども、なるほどね。まあ、キリコが絡まなくてもチェーンレックスとグレートグラスパーとイザナミテラスでもループができるので、まあ、その辺がうまく噛み合えばキリコに依存しなくても全然戦えるべきになってるっていうのはすごい強みになってると思います。はいはい、キリコなくてもいけるという感じですね。そうですね、キリコは結構イージーゲームにしてくれるカードっていう形ですね。はい、わかりました。じゃあ最後ね、連勝チャレンジ行ってみたいと思います。お願いします。それでは最後、連勝チャレンジ穴からダークネス行ってみたいと思います。お願いします。最初はグーグーじゃんけん、ほい、先行もらいます。はい、あ、ひっくり返ってる。スピードの向こう側へバサラみたいなこと言ってるけど大丈夫か。やってることはバサラです。はい、オリジナルフィナルってどうぞ。はい、じゃあ私ドロー、キリコチャレンジして楽しみです。はい、1枚引いて、アダム梅で2マナ、地流神の魔神、はい、3枚にいます。終了。はい、ではドロー。グレートグラスパーをチャージして地球神の魔神を構えます。はい、で山札3枚にいて、なんかキリコ落ちてるね。そうなんですよね。なんだ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 、マジでなんなんだ。これはでも、そっか、あれは全部いった方がいいか。念のため、カード1枚手札に加えて残りを山札の下に送ります。で、これで完成です。なんだなんだ、どうしたどうした。なんかキリコしてましたね。はい、チャージします。はい、青緑タップしてもう一回地流神の町に、はい、1、2、3枚ベルで置きます。はい、じゃあもちろん、はい、ダイバサスで使いましょう。チュインチュインカット、へい、うおー、それは強いですね。ダイバ効果どうぞ。まあ、まずどうぞ。まず話す。そうですね、はい、失礼しました。まあ、じゃあ1枚ヘアリーライフ、じゃあカット出ます。はい、うん、危ない危ない危ない。それは偉い。じゃあカットしたいだろ。そこまでチャージしてダイヤがあるのか。3コスト強めトラップ打ちます。うわ、で1枚ブーストして、そちらの墓地の大菩薩でですね、はい、つけまったりもしてください。はい、で、これで完終了です。ドロー、ダークネス、はい、ハンです。お願いします、どうぞ。じゃあアンタップして、よし、ドロー、存在はよかったです。いやー、カットがちょっと痛かったですね。カットがなかったらですね、ガイアッシュでリソースまだ全然回避できるっていうのが狙いだったので、これはじゃあ無月滞在、はい、ダイバサスで偉いね。おー、強い。そのサード加速デバム回収、はい、いいね。で、3コストでデバガンです。はい、3枚見ます。そんなことある、そんなことがあるんだ。じゃあダークネスウォッチ、ダークネスまだ、あ、もう刺してしまった。終了時滞在、はい、終了。いやー、カットしていろう。はい、いやー、カットちょっと弱いし、これは自分かな。ヘアリー大丈夫、打ちます。で、1枚ブーストして1日のマジ打ちます。で、これで完成です。はい、そうします。出ますか。はい、で、5マナで、マナから、あ、マナと墓地から使って2回出します。はい、エルガンとダイバサスで6キロって弱い、下に行きます。はい、テドラムの効果で3枚見ます。ダイパーを墓地、ミナレをマナ、はい、で、2マナでシナイガザと入っていきます。さらに GR、 うん、ちょっと見ようかな。で、破壊はロッキー、はい、で、GR 召喚1回、はい、総撃、うん、
終了時、無月の滞在を1回使って、はい、両ダメで、はい、終了。じゃあ、アンタップして、ゾロ。いやー、でもこれはちょっと厳しいな。林海道チャージして、完成です。終了は、そうですね。なので、もう、トコシエを絶対に出したい。そうですね。そう県内に入れたので、シナイガサンド埋めます。はい。コストでダークネス。はい。2体出します。はい。違うでしょうか。おー、偉い。おー。CX の効果から3枚ドロー、はい、はい、3枚ドローしてデダダムの効果を3枚見て、はい、これではい逃げたよおっと大丈夫かワンチャン可能性の獣絶対フォロー絶対フォローいやだから最悪殴れば勝てるんだよこのタイミングデダダムはいこれおこれではいデダダムはい大丈夫だよねああよかったいや、引かれちゃった怖えー調子調子、はい、終わりではい何も使ってはいドロー1チャージして、ターン終了です2はいはいはいもう受けろこれクロックとかではないので多分殴って勝てそうではあるんですよねエアリーリライトを学んはいもう殴りますはい、なるほどエラダメ、3枚見ますを加えて、で、墓地。はい。7コスト。はい。まあ、進化しようとか。あ、なるほど。進化強いね。4コストで、バイパス発令を、こいつにつけとくか。はい。間に合ってはい。で、アダムで、プレイヤーにアタックするときに、アムノリ侵略して、ダブルブレイク。やめていく。ほい。ほい。あ、ない。アタックするとき、侵略、ダブルブレイク。はい。まあ、一応ガードストライク、はい、毎回いただきますほいほいいっぱいあるダイレクトアタックですねありがとうございましたありがとうございましたさすがにねやっぱトコシエプラスハンデスとなるとねいやけどちょっと俺もあの焦りましたね外野手落とせなかったらちょっと手札回復されてそうですね外野手がもし破壊されなかったらもう少しだけ早くイザナミテラスがその7コスト圏内に近づけてたと思うので、はい、ちょっとねあそこのカットはめちゃくちゃ強かったですねちょっと欲張りました気をつけましょう、はいはい、忘れてるとねこういうことになりますのではい、はい、それではね、まあ、リストの方出してもらってると思うんですけど、はい、そうですね、まあ、一応、ギミックとしては少し前に流行ったイザナミテラス入りのチェインデックスループを採用しているキリコっていうイメージで回した方がいいのかなと思いますなるほどちょっと自分自身もまあめちゃくちゃ 100% この開拓してきてるわけではないのでループルートスクリプトとかを絡めたりするとすごいまあ技術的なループもできたり、うん、なんならそのスクリプトがめくれるたびに1枚取れたりするっていうのがあったりするので、うん、そういう形で技術的なループパターンは他に今回紹介した動き以外にも他にもあると思います、まあ、一番手っ取り早いのは2戦目に回したようなチェーンレックスグレートグラスパーイザナミテラスっていうまとめを作って無限にブーストするっていうムーブが一番メジャーなムーブになるのかなっていうふうには思いますまあメタにちょっときついのかなキャンベロとか投げられてもそうですね結構メタには弱いんですけど、うん、メタとかそういう呪文ロックとかには全く関係ないのでオリジナル環境の最近流行っているドラサイとかにはそうですねドラサイ欲しいとかにはすごい強く入れるべきだなっていうふうにはすごい回して思ってました、ね、はい簡単なループなんで皆さんもね、はい、18-6やってみましょうね、はい、それではまた次回お会いしましょうはいバイバーイ